伊藤大八伊藤大八から1927年9月10日は、日本の政治家、実業家、帝国議会衆議院議員、長野県下稲郡上田岡村出身、上京し、中江町民の仏学塾で学び、陸軍幼年学校の通訳などを経験した後、1890年の第1回衆議院議員総選挙で、初当選、自由党、県政党声優会と席を置きつつ、 通算後期衆委員議員を務め、この官邸新省鉄道局長、声遊会幹事長を歴任。1913年に、声遊会総裁の原隆氏の意向によって、南満州鉄道株式会社の副総裁に就任するも、創設以来行われていた合議制を廃止しようとして、犬塚慎太郎理事らの激しい抵抗を受け、野村隆太郎総裁、 犬塚理寺ともども悲鳴に追い込まれた。また、江ノ島電気鉄道の創立にも関わっている。1894年、中央本線誘致に木曽谷と稲谷で熾烈な誘致運動が起こされたが、結局、木曽谷経由に決定された。その後、鉄道局長に就任した伊藤はせめて、稲谷の一部にだけでも、駅を誘致するべく奔走し、塩尻峠経由ではなく上稲の立つの経由に、 変更することに成功したと言われている。地元では、伊藤の功績を叩いて、同線の急線を別名で、第八回りと呼ぶこともあり、一方では、画電引き金の典型として挙げられることも多い。しかし、塩尻峠経由であれば、峠頂上のトンネルと前後の急勾配、急曲線が不可欠で、予算や後期、それに建設当時の蒸気機関車の性能、運用面を考慮すれば難しく、 天竜川沿いから立つのへと迂回し、武藤峠を通らざるを得なかったという見方もある。参考までに言えば、総延長4656メートルの中央本線笹子トンネルが貫通したのは1902年、総延長9702メートルの上越線、清水トンネルが貫通したのは1931年であり、現在の塩霊トンネルのような延長約6、 キロメートルのトンネル掘削は明治中期の土木技術を考慮すれば困難なものであったと考えられる。結局、1983年の塩礼トンネル開通に伴い辰野経由の中央本線はローカル線化したが、辰野駅が開設されたことで、稲電気鉄道なども建設された。中央線誘致の功績を称え、辰野町の下辰野公園に1928年に、 共造が建てられた、ありがとうございます。